どうも、岸です、今回はですね、まあ、今7番アイアンを持ってるんですけど、まあ、強い球を打ちたいと、まあ、そういう方結構多いんじゃないでしょうか。ただしね、まあ、ドライバーは飛ぶんだけどアイアンが全然飛ばないよっていう方結構多いんですね、これを強く打つためには、まあ、フェース面にやっぱりボールをねしっかりとこう乗せてあげると、まあ、擦ったり弾いたりね、なんか結構スピン量が多くかかると、ボールは安定して飛ばないと。そのためには、まあ、きっちりとしたインパクトゾーンを作る、まあ、少しハンドファーストのイメージを作るんですけど、その、まあ、ハンドファーストにやってるよって思いがちなんだけど、結構いろんな方がこうリリースがほどけちゃってこうね、すくい上げるような打ち方で打ってると。そうするとやっぱりボールにはねいい力が加わらずに、回転数も多くなって飛ばずにグリーン前のバンカーに落ちる、ね、そういった形の方、結構多いんじゃないでしょうか。しっかりとねインパクトを分厚くして、距離を出さないと、グリーン上のねピンまで届かないと、はい、今日はですねそのための、少し一つ前の段階、ね、テイクバックで、ハンドファーストをするために必要な条件入れていこうと思います。はい、まずね、構えなんですけど、やはり、こうねハンドファーストで当てようと思って最初からハンドファーストっぽく構えてる方は基本ヘッドの先がこうすることによって先にヘッドの先が動いてしまうんですね。そうすると何が起きるかっていうとハンドファーストですよ、まあヘッドのこう開閉がちょっと多くなってしまう。でトップは取れるんだけど結果ヘッドを開いた分戻そうとする動作が働いて、まあハンドファーストとは程遠いね、やっぱすくい上げたショットとか左に引っ掛けるショットが増えてしまうと。ということでですね、基本的にやはりクラブを分厚く上げるためにはまあ少しハンドファーストよりは、まあ、スクエアもしくは少しハンドレイト気味、ただ真ん中でハンドレイトにするとすごい中に手があるんですけど、左側でハンドレイトして、まあ、それを合わせるぐらいであれば大したまあハンドレイト感はないわけですよね。ボールの位置僕は左にさ一緒に合わせるっていう形でハンドレイトしやすい形にはしています。その分こうリストから行かずに、まあ、肩と腰ね、そのゆっくりしたタイミングでヘッドを上げていくと、そこからアップしてこう体の近くに対して引っ張っていくとハンドファーストになりやすいと。ハンドレイトはハンドファーストを作りやすいです。はい、でハンドレイトのポジショニングをちょっと考えてどうやって作ればいいんだろう。ただ下げるだけ、肩上げて下げるのかな、肩下げて下げるのかな、ちょっとポジション安定しないんですけど、基本の位置を言うと、まあ、肩を平行にしてしまった時に左手と右手の位置関係っていうと、まあ、こういう形なんですね、まあ、右サイドでいう、こう直角三角形っていうイメージで構えると肩はまず平行に構えます。ただしボールの位置ここではないんで、まあ、左サイドに持ってくる。こう考えてあげると、まあ、ここで右手とクラブをまっすぐしてそのまま左サイドに持ってくると、まあ、ハンドレイトのまま左サイドに構えることができる。これ肩が平行だったんですけど手首で戻すので肩を左肩を少し上げながら左サイドに戻していくと、まあ、少し肩が上がった状態なんですけど無理やり上げたわけじゃないと。今下がってた肩っていうかこれが平行地面と平行の肩をここに持ってくると肩が上がる。ってことはバックスイングで右足の前に持ってきた時に肩が平行の位置にまた地面と平行の位置に戻ればいい。ってことで手ではスタートしないし肩はいきなり上がったりしなくて、少し上がってるやつは元のここに収まればいいわけですね。こうスタートする。これでハンドレイトからのアップが始まります。で、ハンドファーストに入ってきて、ここで分厚く当てて、まあ、しっかりとインパクト。体の回転で、まあ、肘から腰で一緒にこう、ぐーっと押し込むことができる。まあ、低い球だとか、
そうですね、スティンガーとかそういう形に関しても、まあ、ハンドファーストで押し込めることができると。まあ、基本ハンドレイトがハンドファーストを見ます。ハンドファーストはハンドレイトを見ます、ね、この、まあ、逆になるっていうシステムを分かった上で練習していただければ、ハンドレイトで、ね、ハンドファースト、少しでも強い球がね、こうインパクトで生まれるんではないでしょうか。で、まあ、ハンドレイトで少し構えてるとクラブもね、左手一本で持ち上げやすいですし、まあ、肩からのスタートっていう意味ではこうやってあげるよりはものすごい安定感がありますよね。体の回転で、まず回転して、体の回転で、まあ、クラブを持ち上げていく、ね、少し肩が上がるのは当たり前、まあ、ここで平行、ね、地面と平行の方は左サイドにあるボールに持っていくと少し上がります。すぐさまも肩を下がります、ね。さあ、もともと肩が下がった位置から上げてるんで下げやすいですからね。ここの理屈を分かった上でしっかりとボールに圧力をかけて、アイアンのね、安定した飛距離をね、出してみてはいかがでしょうか。まあ、ここからこういった形で戻すスタート、戻すスタート、ここまでをね、少し自分なりに体の回転のみでこうゆっくりとスタートできると、ゆっくりとインパクトに持っていけるんではないでしょうか。ここで肩が平行で左サイドに持っていく、でここまでを、そうですね、先ほどの位置にゆっくりと戻しながらスタート、そこからアップしていく、でダブルで引っ張ってハンドファースト、ここからゆっくり、厚く当てるためにはしっかりとハンドレイトからハンドファーストを作ってみると、はい、インパクトがしっかりと強く出ていくんではないでしょうか。皆さんもね、しっかりとこの辺を分かった上で練習をねしてみてはいかがでしょう。飛距離がね、だんだんとアイアンでもね上がってくるはずです。頑張って練習してみてください。暑いですけど無理しないように水分入れて頑張りましょう。岸でした。